はい、T シェルでございます。今回はですね、飼い主さんが病気にならないためについてというお話をねさせていただきたいなと思います、ね。この間育犬ノイローゼについてですね、動画を出させていただいたんですけれども、非常に内容の濃い、コメント、そして、メールの方がたくさんですねいただきました。いただきましてね、本当にね内容が濃いものばかりでして、中身はやっぱり個人情報がもう めちゃめちゃ書いてあったもんですから、ちょっと皆さん方にお見せすることはちょっと控えさせていただくんですけれどもただやっぱりですね、皆さんこう苦しんで見えるということなんですけれども私から言えることはですね、まず今までね、学んできた、勉強してきたね、ノウハウの関係だとか、誰かしらこう助言をいただいたものですか、それやってもなかなかうまくいかないと、でも自分がもうどうしてももう、おかしくなりそうなっていう状況まで追い詰められてるんであれば、一旦もうやめます、やめてください、もう置いてくださいね。この人のだから何でしょう、ああでしょう、こうでしょうじゃなくて、一旦やめます、置きましょう、ストップ、ストップしてください。で、自分が病気になってしまう恐れがありますね。ノイローゼだけじゃなくて、うつ病になったりとかもね全然ありますからね、はい、そうならないためのまずストップします。ストップ、ストップね、ストップして、まずやめます。で、次にね、次はもう助けを求めてください。助けを求めます、ね、もう苦しければもう助けを求めてください。自分一人で抱え込むともう病気になってしまうということも全然ありますからね。折れちゃうんですよ、心がポキッと折れてしまっても 病気にもまっしぐらになりますから、はい、ですから助けを求めます。で、助けを求める相手なんですが、それは友達でもいいですし、犬友達でもいいです。今はこういう状況なんですけど、どうすればいいかなとかね、助けを求めてもらってもいいです、はい。家族にバトンタッチでもいいです、はい。で、ただそれらがちょっと難しいよと、できませんよという状況下であれば、要はプロにお願いする、第三者を介入してもらう、ね。そうするとやっぱり気がね楽になったり全然しますからね。私を呼んでいただいてもいいですし、自分の近い、ね、住んでるところであれば、そこの近場のトレーナーにお願いしてやってもらうという形でもね、いいと思います、はい。で、要は救いがあればですね、心がすごくこう軽くなったりもなります。本当にね、助かったりもするので、ぜひね助けを求めてください。でね、助けを求めることが恥だとかね、負けだとかね、そういったことはね、ただそんな見えなだけです、これは、ね。それも嫌だとか言ってね、あとはそのお金の金銭面的なところでね、けじったりして、ずーっと頑張ってやるけど、いつかこう必ず折れます、ポキンと折れちゃいますね。折れるとどうなるかっていうと、もう毎週病院通いです。精神病院行きっていうか、通わなきゃいけないですね。精神科に通わなきゃいけない。薬もらって、症状を抑えたりとかして治療をしていかなきゃいけない、ね。あとは対人関係がもうボロボロになったりしますね。今まで気使うとかいうことも全然できなくなったりしますからね、はい。対人関係がボロボロになったり、今度は自分のワンちゃんね、もう育児放棄はもちろんですけど、例えば虐待してしまったり、もう肉たらしくなるわけですね。こいつがいるおかげで私はこうなったんだってなって、暴行して、虐待したりとか、そういう状況もありますし、他はもうお仕事にも影響するわけですね。で、今までのクオリティじゃなくなるわけですね。仕事の質がどんどん下がっていきます。で、そうすると上司に例えば怒られたり、何やってんだお前の仕事はみたいな感じでね、怒られて、もっとどんどん下がっていったり、いろんな面でだいぶもうマイナスになっていってしまいますので、そうなるぐらいだったら第三者に、ね、助けを求めてもらった方が一番いいです、はい。で、
で、まあ、費用がかかるっていう状況であればその一時の費用なんて安いもんですね。あの20万30万かかるわけじゃありませんからね、はい、数千から、まあ、数万円ですね、はい、2、3万かな、まあ、高くてもめちゃめちゃ高くても2、3万ぐらいですよね。ね、まあ近場の方はただ数千円で済むかもしれませんけど、ちょっと遠いところから呼んだりするとちょっとお金がやっぱかかったりもねしますからね、はい、ただそれ払ってでも全然、安いもんだと思います。それらがもうなんていうの、そういう状況にならないなければね、はい、だから助けを求めるというのは非常に大事なことですね。ですね、たくさんごメール等を、ね、全部、ね、読まさせていただきました。こと細かくずっと読まさせていただいたんですけれども、そこで今本当に困っている方で一旦やっぱり手を置いて、助けを求めてください。これは非常に大事なことです、はい。ね、追い込まれるともう自分で何するかわからないという方も、ね、世の中にいますので、ね、助けを、ね、ぜひ求めてください。はい、で、あとはね、予防ですね。予防としましては、そこまでいかないようにするためにはね、やっぱり病気にならないためには、もう完璧をね、しつけの上では完璧を求めちゃいけません。ね、完璧求めてしまったらですね、頭おかしくなります。おかしくなります。ね、私も完璧は求めてません。ね、ただ、ゴールはこれだなっていうのはわかるんですね。ゴールはこれだな、じゃあそのゴールに向けていくためにはどうすればいいかなっていう風に持っていってください ね、はい、ね。私の動画はそれを説明しながら作らさせていただいてますね。なんで毎回言ってますね。要は形を作っていって反復練習徐々にちょっとしていって、ちょっとできるようになったらステップアップして、また反復練習して、そのゴールにどんどん近づけていってくださいねっていう風に考え方も説明をしてますね。ね、コメントでもいただきましたけどね、ネットでいろいろ調べたりいろんな動画を見ましたが、いまいちしつけができなくてとかね、こう書いてあるりするんですけど、それはもう考え方を説明しないんですよ。私の同業者の他の人っていうのは、考え方説明している動画ってどうですか、ありますか。こういう、これはこのテクニックを使うのは、このゴール、このテクニックを使ってこのゴールにするためには、でこのゴールにするためにはこういうことを徐々にしていかないとゴールにならないので、こういったことをね、日々練習していって、どん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 とこういうふうにやっていきますっていうふうに説明をねしている動画はほとんどないと思います。もうほんと綺麗に作りますよね。ちゃんとできるワンちゃんで、ね、もうだいたいどうです5から8分ぐらいの動画で綺麗にやってる動画を作りますね。バッチリ綺麗に。ね、そりゃそうでしょうねって話ですね。もう練習しているワンちゃんを使ってやってんですから。ね、例えばうちのワンちゃん、これももちゃん今吠えてますね。これ失敗してるわけですよ。吠えてますよ、これね。吠えてます、吠えてます。ももちゃん戻ってね、戻れ、ここにおいで、ももちゃんおれね、はい、吠えたから、まあ叱りましたね。これももちゃんをここにいなさいね、ももちゃんここにいなさい、いなさい、おとなしくしてなさい、はいね。いくらベテランのワンちゃんでもですね、こういった失敗をします。吠えますからね、吠えたりします。ところがやっぱりしつけにおいては、じゃあワンちゃんがこういう風に吠えたらね、注意をして、なんでこういう風にスッと収まるのかね、理由がある、あるんですよ。これはいつも私がももちゃんに対して、ちゃんとしたルールを、ね、しっかり設けてあげてね、散歩も今まで散々ちゃんとやって絆を深めていったから、こういう結果が出てます、ね、これ考え方ですね。理由も理屈もちゃんと申し上げてます、ね、家の中で皆さんルールありますか。自分のワンちゃんのルール、ね、直接対面してルールを聞かせてもらうんですけど、ほとんどの方がルールないですっていう方が多いです。非常に多いです。
ね、この時は私はこうしてますとかね、あの些細な別にね、ちょ細かなルールでもいいですからありますっていうふうに聞くんですよ、私はね。だけどないっていう方が非常に多いですね。こういった細かなルールをする作るためには、なんでかっていうと、ワンちゃんっていうのはね、頼りたい生き物なんです。強いリーダーに頼りたい生き物だから、こういったルールを作ってあげて、ね、ちゃんと教えてあげることによって日々の絆が深まります。で、深まってリーダーボスと認めた人間の言葉は怒ってても耳に入るわけですね。入ってスッと収まるわけです。で、またももちゃん怒りましたね。ももちゃん怒りましたね。ももちゃん反応しなくていいから、戻ってちょうだい、お願いね。そう、おりこ、そうね、もうすぐ理解してくれるんで、強めに使える必要性もないんですよ、こちらとしては。ね、ももちゃんちゃんとダメ、怒らなくていいから戻ってね。車の音とかにこう反応するから、今こうやってももちゃんはうんってなっちゃいましたけど、ただ反応しても別に戻ってってやればいいだけですからね。こうやって、ね、絆をつかめて、要は考え方、理由とゴール、結果ですね、はい、がいかに大事か、要は特に考え方ですね。考え方、そこに持っていくためのそのノウハウ、考え方がすごく大事です、はい。ね、これをちゃんと説明している、ネットのその記事だとか動画ほとんどないと思いますよ。これを知ってやるのと知らずにやるのとではもう質が違いますし、飼い主さんのやる気も違います、はい、ね。だから完璧はね、やっぱり求めないでくださいね。こうやって今私のももちゃんもね、こう失敗見せてますね、皆様方に。こうやってね、吠えてんじゃんっつ吠えてんじゃんっていうね、動画見せてますね、これ逆にね。はい、ゆずちゃんも吠えますし、その状態見せてますね。で、吠えた時はこうやってやらないといけないよっていうふうに見せてますね。はい、ね。だからね、非常にその何て言うか、自分のペースでやるというのが非常に大事ですね。もう100か0じゃなくていいんですね。100のうち今日10できた、それでいいんです。じゃあ明日はちょっと11とか、それぐらいのペースも全然いいです。徐々にやっていって、ゴールに行けばいいんです。そんな早くせかす必要性もないんですね。で、自分たちのペース、自分とそのワンちゃんのペースでゴールにどんどん近づいていってやればいいだけの話です。ね、焦る必要性はないです。ね、もちろん、むしろ時間をかけてやってくださいね。で、これらをやっぱりやるためには忍耐力っていうのが必要です。で、その忍耐力を、で、作るためには、この間言いましたけど、私の場合だったらジムに通ってますとかね、こう話をさせていただきましたね。身につけるためにはどうすればいいか。ね。はい。そういう話をさせていただきました。ね。ですからね、こういった飼い主さん、ワンちゃんを飼うということはですね、本当に、ただ面倒見ればいいよ、ただ可愛がればいいよとか、そういうわけじゃないですね。必要に応じて、やることも多くなったりとかしますので、ね、ぜひ皆さん、病気にならないためにもですね、自分の今置かれている状態、一度、ちょっとこう振り返ってみてね、手に負えなかったら、ストップして助け呼んだりとか、ね、今まだ全然ちゃんと大丈夫だよってことであればね、病気にならないためにじゃあどういうふうに考え方をやっていけばいいのかっていうのをね、ぜひやってみてください ね、はい、ね、とても大事なことですから、はい、ご参考になりましたでしょうか、ね、次回もぜひご覧になってください。バイバーイ。